仏教の教えの中で我慢は慢心の一つとされています。あれだけ我慢を教えられてきたのにと思ったでしょう。ここで言う我慢は単なる耐え忍ぶことではありません。仏教における我慢は自分が他人よりも優れている、自分が特別であると考える慢心に近い意味を持ちます。そういえば我慢しているとき相手のことを見下していませんか。私さえ我慢すればいいんだ的な態度、あなたは未熟だから我慢なんて高尚すぎてできないよね的な考えがあるかも。私はありますな笑い。実は自己を誇示する態度なのです。だからいろんな人間関係の中で我慢することが当たり前だと思うことをやめませんか。我慢を正しく理解して言うべきことは言いましょう。今の苦しい状況を変えることができるからです。仏教の教えの中で五毒とは人間の心を汚し苦しみの原因となる5つの心の状態を指します。その一つに我慢がありますが、ここで言う我慢は単なる耐え忍ぶことではありません。仏教における我慢は自分が他人よりも優れている、自分が特別であると考える慢心に近い意味を持ちます。我慢するとき私たちは相手を優先しているように見えて心の底ではバカにしているのです。我慢できる私って偉いよねって、傷ついたインナーチャイルドがいる人は子供の頃我慢することを強いられます。つまり五毒の一つを熱心に取り入れてしまった大人である親の方が未熟な精神状態であったことは明白ですから。だから我慢が得意になっていじめられることやハラスメントに遭いやすいのかもしれません。我慢を正しく理解することで人間関係を良好に保つことができ真の意味での幸せにつながると思います。あなたの心のヒントになったでしょうか。様々な自分癒しのヒントを異なる視点からご紹介しています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。こちらは感情のためのヒーリングスクールからお届けしました。詳細は概要欄をご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。